そんな感じでね、残り本当1年しかないです。僕は。はい、どうも、翔平TV です。はい、急遽、撮影をしております。本日8月12日、何の日かわかるでしょうか。はい、なんと、翔平TV 29歳の、誕生日でございます。まあ自分からね、伝えていくスタイルというか、今回はですね、29歳ってことで、もうあと1年で、30歳になっちゃうんですよね。ラスト20なんですよ、ラスト20。まあ、あと1年で、30歳になっちゃうということでね、まあ、20代最後の、誕生日ということで、まあ、何か思い入れみたいな話そうかなと思って、まあ、野球をね、まあ、18までやってから、社会人クラブチーム2年やりまして、草野球も同時にやってて、で20歳で肩を壊して、まあもう野球できないっていう状況になったんですよ、もう肩痛くて。で2、3年ぐらい野球やめてて、まあウーバーワールドにハマってて、まあライブにどっぷり使っていたんですけども、たまたまねバッティングセンターによって、ストライクアウトした時に、あれ投げれるじゃんって話になって、ちょっと草野球チーム戻ろうかなってことで戻って、まあ、実際に投げたりして、まあ、ある程度投げるようになりました。まあ、日曜のチームだったんですけど、まあ、日曜だけじゃ足んなくなっちゃって、もう投げれるようになっちゃって、もう投げれる楽しさがすごいあったん で土曜のチームの MC ってとこに入って、2チーム土日で1チームずつ入ってってやってたんですけど、まあ、その時ですね、まあ、ちょうど向こうさんと知り合って、ね、なんか撮影したり、なんか車で送り迎えしてあげたり、なんかいろいろやってたら、まあ、翔平くんも YouTube やらんみたいな、ピッチャー系の YouTuber ってなかなかおらんから、やったらいいと思うよねみたいな話があって、で YouTube をまあ向こうさんと一緒にこう教えてもらいながら、始めました。まあ、そっから向こうさんと一緒にやってからの走れ大井チャンネルの大井くんと知り合って、まあ向こうずやるってなって、で向こうず第1回やります。そしたらその時に今もいますスポーツマン、あと GM のひらやんさんが参加してくれてました。今まだ来てくれてる初期メンつったらもうその5人しかいなくて、まあ、今までもっと別の子もいましたけど も彼らはもう来てなくて、先代のねメンバーたちがやってる姿を見て参加しだしてる今の子たちいるんですけども、まあ約4年か5年ぐらい前に向こうさんと出会って、本当にこう野球の楽しさとかねすごい教わりましたし、すごい勉強になりましたし、もうたくさんの人となんか知らない人なのに全然喋れるフレンドリーさっていうのが向こうさんにはあって、まあ、そういうところすごいこう勉強になったし、それは今、まあ、向こうさんのおかげで今自分にこうなんかのものになったかなっていうふうに思います。でも大井くんとも出会いましたし、大井くんもまあ真面目さ、ね、が売りなんで、まあ、真面目なところもまあ真似しつつ、動画の撮影の仕方もすごいこう勉強になりますし、それはもう2人にほとんどまあ教わったっていう感じですかね。まあとあるきっかけから、まあ大井くんは向こうず参加しなくなり、まあ自分でね助っ人行ったり、今ディッカーズとかいますけど、ディッカーズでまあ土曜日活動してますし、向こうさんは向こうさんで、新しく、まあ新規のね向こうず参加者たちと一緒に月1月2ぐらいかの向こうず開催してますけども、昔は本当に手探り状態でやってて、相当荷物とか道具とかその辺すごい苦労してましたし、向こうさんもいろいろね大変な中野球やろうってことでねたくさん開催してくれましたし、まあ、とてつもない感謝があります。はい、まあ、最近は向こうず僕もあんまり参加できてませんが、まあちょこちょこと参加していくつもりではいます。はい、でまあ僕も日曜日のチーム、あれですね、移籍してもともといたスナックスに入って、また向こうさんと一緒に、やっていくんで、まあ、そこもまた今後の楽しみの一つかなと思います。そしてまあ9月から、まあ、引っ越しをして、まあ、新しい環境になって、まあ、そこでやっていくってことで、まあ、非常にいろいろ楽しみなことが多い。そしてこのね、4、5年で、まあ、向こうさんと出会ってからもう素晴らしい、まあ、いいこともあったけど、まあ、多少悪いことありました。もちろんいいこともあったけど悪いこともあって、
まあ、苦労したところもあって、まあ、苦労したから今があるっていうのもあるんですけど、まあ、非常にいろいろありましたよ本当に。まあその反面ね、いろいろね失ったりしてきたけど、まあ、得るものの方がこう多かったかなという感じでしょうか。いつもね見てくれる方には本当に感謝しかないし、グラウンドやスポーツや、球場とかで見かけたら全然もう声かけてもらって、まあ、向こうさんとの出会い、向こうズの歴史はたくさんありますけど、もしね向こうズの歴史知りたいなと思った方はコメントもらえれば、なんか話せる内容であれば話そうかなと思いますし、まあ、だんだんみんなね昔中学生高校生だった子たちはみんな高校生大学生社会人になってねいるんでしょうけど、はい、おかげさまで僕も今年29になります。はい、僕の1個上に向こうさんですね。はい、でまあありがたいことにねボナとかね、アーリアシタ君とかね、まあ、年下の3つ4つぐらい下の子たちもね僕なんかにこう慕ってくれてね非常にありがたい。まあ、そういう頑張ってる子たちであれば僕はもう、まあ、全力で応援するんですけど、まあ、僕が持ってるツテであったり、まあ、人脈であったり、まあ、そういうところもねボナールやオイ君とかにこう振ってって、まあ、さらに奴らもね、本当向上心しかない奴らなんで、本当にその辺はもう理解した上で、関わっているので、まあ、なんかいい話があればもう彼らに、まあ、話しますし、もっとこう野球界を盛り上げてくれると思っていますんで、まあ、今ね、野球取材とかいっぱい行ってますけど、まあ、それはもうボナールに全部、まあ、彼らも、それで大きくなっていきますし、そんな感じでね、残り、本当1年しかないです僕はラストのね20代ということで、本当ラスト20なんで、本当にこうまあ毎日1本は無理ですけど、まあ動画配信とかも週に 2,3 回は頑張ってやっていきたいなと思いますんで、サラリーマンとしてやってて、夜編集撮影、土日で野球撮影編集プライベートってやってきて、やっぱこう寝る時間はもう削るしかなくて、ほんと毎日2時3時寝でやってて、まあ昔ね多いかもそういう感じでやっててもうマジきつかったっていう風に言ってるんですけど、まあなんとかね自分なりのペースで、今後とも頑張っていきたいと思います。はい、そしてね近場のねイルバに住んでる人でもいいですし、まあもう僕もちょっと YouTube マジでやりたいと思っている方いましたら連絡もらえればね、翔平 TV の新メンバーとして一緒に頑張っていけるんじゃないかと思いますんで、もし翔平 TV と一緒に YouTube やっていきたいと思っている方いましたら一緒にやりましょう。まあサポートメンバーのまっちゃんとかいますけども、まあ、YouTuber としてねやっていきたいと思っている人いましたら本当に一緒にやれたらいいな。やっぱ一人じゃねやっぱ大変なんですよね。一人じゃ限界があるんで、本当に野球系のね YouTuber ちょっと憧れしてやってみたいなと思っている人いましたら連絡お待ちしてます。はい、というわけで、本日はですねラスト20ということでね、まあ、いろいろ思い出を話して、まあ、今後のことも話して、まあ、YouTuber 一緒にやっていこうぜという話もしまして、まあ明日からまた、29歳になった翔平 TV、動画出していきますんで、今後とも応援の方よろしくお願いします。熱中症には、十分気をつけて、対策をしてまたグラウンドで会いましょう。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価、お祝いコメントよろしくお願いします。それではあるでしょう。これはスノーなんでね相当漏れてますよ。もう今ヒゲもじゃもじゃっすから、ありがとうございました。プリントするグローブはこれプラスこちら見ました、はい、じゃあこれはい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000に突破したプラスモンダナさんの、インスタ貼っておきますので、フォロワー数が3000に突破したらプレゼント企画を開始と。
翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアツオ。本日の動画以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。Let's get it.